ってきます、うん、ガキンチョだな。ガキンチョで可愛いじゃない。きっといろいろ我慢してるんだと思う。ゆいちゃん本当申し訳ない。いえ。アプリケーション、うん、記録、ドキュメント。葵さん、死なれねー。ごめんごめん、一応念のためのやつだ。でもいいことなんじゃない、勢いでとかなるより。この間、まこちゃんの彼氏が持ってなくて大喧嘩したって言ってた。持ってなくて勢いで行こうとしたんだ、彼氏は。りょうくんはそんなことしないでしょ。さすがにしないでしょ。でも、いざとなったらどうだろう。割とそこで大事にされてるかどうか分かる気する。あ、ねえねえねえ、そういえばさゆりはたけしとどうなの。どうもこうも別れた。え、もうスピードハグくん。じゃあ何もしなかったの。とりあえず。え、チューも。とりあえず。よかったよかった。やっぱりファーストキスは好きな人とがいいよね。最近見ればそういうのないの。なくはないけど、でもそろそろ推薦の試験もあるし、今はそういう気分になれないし、お断りで。推薦の試験があるからじゃなくて、好きな人がいるからじゃないの。なに、なに、ミラ好きな人いんの。誰誰誰誰。私知ってる人。さゆりも知ってる人。さゆりの隣の家の人。みんなナオのこと好きなの。私でも気づいてたよ。え、待って待って、本気。ナオに未来はもったいないって。そんなことないよ、ナオくんかっこいいし優しいし。あいつ調子乗るな。なんかムカついてきたんだけど。ねえ、セイリにとってナオくんって本当にただの幼馴染。本当に何も思ってない。なんとも思ってない。ナオと全く同じリアクション。じゃあさゆりはライバルじゃないと思ってていい。いいですいいです。うわあいつ調子乗るな。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。何ですか。ナオくんの真似。あ、いらっしゃい。こんにちは。お姉さん超絶美人じゃない。さゆりと血つながってないから半端じゃない。あ、ちょっと待ってて、何か出すね。私やるんで大丈夫です。あ、手伝う。あ、いいよ、俺やる。自分ちみたいなもんだから。え、青皿これでいい。もうちょっと大きいやつの方がいい。